今ない〇〇を妄想する M8 招待招待二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、久々の時事談、うん、時事談というところで、うんうんうん、5月8日金曜日のニュースで、うん、テレビ朝日、うん、グッドモーニング炎上事件、うんうんうん、バッドモーニングだったと、うん、バッドモーニングうまいこと言いますねというのはあの取材対象者の意思に反した編集をしていたっていうのがニュースで出まして、というのは、まあ、グッドモーニングテレビ朝日のグッドモーニングのインタビューに答えた医師が、うん、まあ、取材内容とは全く違う報道されたよっていうのを自らの SNS でその文章を、公表しました、うんうん、まあ、どんな話かというと、うん、グッドモーニングの取材に関して、うんうん、この渋谷医師という方が問題としているのは、うんうん、PCR 検査の検査数をどんどん増やすべきだというコメントがテレビ朝日側が欲しかったようで、繰り返しコメントを求められたと。2で、その医師は今の段階で PCR 検査をいたずらに増やそうとするのは得策ではない、無作為な大規模な検査は現場としては全く必要としていないっていうコメントをしたが、そこはカット、全カットで、まあ、ヨーロッパ帰りの渋谷さん、この医師のコメントとして、うん、欧州での PCR 検査は日本よりかなり多い、かっこ、日本ではかなり遅れている、っていう論調の中で、他の人のコメントにそれを入れられる。では、欧州での PCR 検査は日本よりかなり多い、っていう意見だけが、そのだから日本が遅れているっていう意見の中に入れられることで、自分の言いたいこととは全く論旨が違う取り上げられ方をしたよと。で、彼が言いたかったのは物資の手配、医療従事者への金銭面精神面での補助をで強く言ったのに、コメントが PCR 検査が足りないっていう意見にされたっていうのが上がっているっていう問題を受けて、もうちょっと笑いが止まらないほら出たと本当にね、この編集、はい、ひどいですよね、はい、で隊長がおっしゃってたのは、そのいやマスコミって、要はいたずらに不安を煽ると、でファクトフルネス、これがあの今の日本にマスコミに、はいはい、マスコミになのか、まあ、テレビ見てる人になのか国民になのかまあ分かんないですけど、まあ、ファクトフルネスが必要なんじゃないかっていう。ファクトフルネスっていうのは、世の中は思い込みで成り立っていて、でその思い込みっていうのは20年ぐらい前の常識であなたは止まってますよっていうことが書かれていて、まあ、世界はどんどん悪くなっているとか、世界の人口はひたすら増え続けると思っているとか、人口問題、貧困問題っていうのはどんどん悪くなっていくって考えてるけども、実際数字をデータを見るとそれは違うよ、あなたは間違ってるよっていうことが書かれてる本です、データに基づいて。なので、まあ、簡単に言うと、多分データに基づいてちゃんと判断しましょうって話なんですよね、世の中のイメージとかで。あ、今コロナの話、コロナの話じゃなくて、あ、コロナの話、話もそうってことですね。コロナの話もそうだけど、こう世の中こうイメージが、思い込みイメージみたいなので、はい、こうアフリカはこう何人に一人死んでるみたいなのがありましたよね。ありますね。そういうイメージだけど、実際はもう電気も携帯も通ってますよみたいな、スマホをみんな使ってますよって話ですよね。っていうのをイメージだけでそうやってアフリカはそうやって思ってる。はい、で、まあ、そういった場所も多分。ある場所的にはあるんだけど、はいはい、そういったインパクトのあるところだけがこうイメージとして先行して来てしまって大変だって、大変だって、はい、でコロナもそういう大変なところだけがこうボーンとピックアップされて、はい、こう不安を煽ってる、マスコミがそれをやってる、はいはい、250% 問題ですね。そうっていうのがあって、 250% 問題っていうのは、うん、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィーク、あのどこの地域だったか忘れたんですけど、はい、こうゴールデンウィーク明けてあの解除されたじゃないですか、はい、解除されたら部分的に、まあ、いろいろ解除が始まってますと、うん、
そしたらここの場所ではこう人がゴールデンウィークの時と比べて 250% 増えたみたいな、 250% 増っていうのが出てくるんですね。そうそうっていう、わすげえ増えたっていう感じじゃないですか。何が増えたかって話ですよね。っていうなんかそういう人が増えたって話ですね。人が増えた、うん、はい、っていうこれでいいのかみたいな報道だったんですよ、はい、でそれは、うん、あの今のコロナ問題もそうで、うんうん、感染者数がどんどん増えてます、うん、治った人もいるんですよ。治った人も今違う人もいます、うん、ただ感染者数だけでいくとそれは増え続けますよ、ね、トータル感染者数ですからね、それは増え続けますよね、はい、でなんかあの他国と日本でフェアじゃないこう比較の仕方が、はいはいはい、って思うんですよね、はい、なんか他国の場合はこう死者が増えてるけどだんだん収束してきてるみたいな感じの報道をしてるじゃないですか、はい、だけど日本はどんどん増え続けてるみたいな、だけどこう他国と比較すると日本はそうでもないみたいな、まあこの辺ですよね、多分この辺他国はこの辺ですよ、そうそう、この辺が収束に向かっているっていうのと、うん、この辺でちょっとずつ上がっている、上がってるみたいなのがこう、はい、だからこう日本はそれをさらに悪いようなイメージを植え付けるようななんかフェアじゃない報道をしている、テレビがやってるんですよね、うん、で、まあ、そこにこう騙されちゃいけない、そうで、うん、まあ、ファクトフルネスも出てくるのが、うん、まあ、そのネガティブなニュースに気がつきましょうと、うん、要はネガティブなニュースの方が圧倒的に耳に入りやすい、うん、で物事が良くなっても、うん、そのことについて知る機会はない、うん、それは何人治りましたやらないですから、ね、やらない、はい、であとはその悪いっていう状況と、うん、良くなっているっていうのは両立しますと、うんうん、現在の状態、悪いのは現在の状態、うん、良くなっているのは変化の方向、うんうんうん、これは2つ両立しますよと、うん、その通りです、その通りなんですよね、うん、なんでその良い出来事はニュースになりにくい、うん、ほとんど良い出来事は報道されないので、うん、悪いニュースを見た時は、うん、同じぐらい良い出来事があったとしたら、うん、このニュースは自分の元に届くだろうか、うん、っていうのは一回考えてみましょう、うんうん、PCR 検査が足りないって言いたい人たちがいる、いる一方、うん、例えばもうスッキリ、加藤さんの、うんうんうん、モーニングショーではなくてスッキリの方では、うん、いやもう PCR 検査はもう必要ないんです、うん、そんなにも、うん、っていう報道がされてるんですね、うん、同じ報道で、うん、この違い、うん、なんだとなんかあの別にその今がいいか悪いかっていうことよりも、はい、なんかちゃんと伝えてほしいんですよね、僕としてはマスコミには。そうですね、うん、この PCR が足りない足りないっていう、足りないから大変だみたいな感じじゃないですか。大変だって言ってますね。大変だって言ってるじゃないですか、はい、何が大変なのかをちゃんと伝えてほしいんですよ。 PCR が足りないとこういうふうになっていくみたいなのをこう客観的事実とかデータとか出して、だから大変なんですみたいなことを、まあ、ある一例で挙げられるのが、うんうん、その韓国がうまくいっている、うんうん、これはなんかその、まあ、罰則が厳しいとか、うんうん、外出制限が、うん、あの GPS つけられて、うんうんうん、あのかなり制限される、うん、っていう状況下でうまくいったっていう例は本当らしいんですけども、うんうん、じゃあ今の日本で、うん、そのじゃあ GPS つけて管理します、うん、罰則つけます、うん、だと余計反感は強いですよね。まあ、反感強いし、あのそういう主張ならいいと思うんですよ。日本もそうやって GPS つけて管理しましょうっていう主張をするんだったらいい。した上で韓国はこれをやったからうまくいったよ、まあ、いったよってだったらまだいいんですけど、はい、大変だなんで、そうなん、いや大変だって、大変だとそのやってることを抜かして韓国を習いましょう、うん、そうそう、誤って情報を聞けばいいんじゃないかっていうのは小倉さんが言ってるんですね、うん、韓国に頭を下げて、うん、同じことをやったらいいじゃないか、うん、って言うんですけども、うん、やってることは、うん、じゃあちゃんと聞くとそれを日本人がやりたいかどうか、うん、で、まあ、その主張はいいと思うんですよ。こういうふうにした方がいいんじゃないかって主張はいい、主張してないですよ。韓国を見習いましょうだけ、見習いましょうって主張はいいと思うんですよ。それが言いたいんだったら韓国の制度が素晴らしいって思ってて、はいはい、だから韓国を見習いましょうっていう主張がしたいんだったらそれはいいと思うんですけど、その何が素晴らしいのかをちゃんと説明して見てる人がちゃんと分かるように、
いや、こんなことやってるよっていうことですよね、うん、こんなことやってってやってるっていうのを伝えた上でってことですね、こんなに成果が上がってるっていうのを伝えて、だからまあこれがいいんです、だから PCR 検査をするべきだという主張をしたいんだったらしたらいいと思うんですよ。でも多分それはしてないと思うんですけどね。してない。でそれをこう PCR 検査が足りない、韓国ではあんなにできてるのに日本はダメだっていう論調ですね、言ってるだけなんで、はいはい、そういう抽象的な話はもういらないんですよ。そうなんですよね。僕的にはね。でそれを聞けばちゃんと判断できるじゃないですか、はいはい、あ、韓国はこういうふうにやってこういうふうに成果を上げてるんだなっていうのがちゃんと示すことができれば判断できるけど、そういうのなしで韓国は PCR 検査こんだけできて日本はこんだけしかできないから日本はダメだしか言ってないっていうのもあるし、うん、あとはそのファクトフルネスに出てくるのが、うんうん、まあ、今回コロナでもあった、うん、その山梨県のある女性が、うん、東京で、あ、で今あのツイッターを見ると、うん、まあ、その女性顔もわかるし、うん、まあ、卒業アルバムが晒される、うんうんうん、家が晒されるっていうのは全然良くないことじゃないですか。良くないですよ。でこれにも出てくるのが要はその見せしめ、うんうん、良くないと、うんうんうん、あの誰かを責めれば解決するっていうことじゃないよと。解決しないですからね。問題が大きくなるだけですからね、うんうん、なんでその物事がうまくいかないときに犯人ではなく原因を探そうと、うんうん、なんで責めるべき人、うん、グループを探してはいけないと、うんうん、なんでその誰かがわざと仕掛けなくても、うん、悪いことは起きるんですと、うんうんうん、なんでその状況を生み出した絡み合った複数の原因やシステムを理解することに力を注ぐべきだっていうのが書かれています。まさしく、まさしく本当そうですね、はい、データにこだわろうと、うんうん、まあ、それが緊急や重要なことでないならなおさらデータを見るべきで、うんうんうん、その物事、思い込み、うんうん、先導みたいなものに一喜一憂されるんじゃなくて、うん、ちゃんと、なのでデータといっても僕たち手に入らないじゃないですか、コロナが実際どうなのか。じゃあ実際僕もこうやって言いながら、うん、じゃあ数字で見てみようと思って、うん、まあ、うん、いろんな人がいろんなところの根拠で数字を出してくるんですね、うんうんうん、だから多分マスコミの役割としてはちゃんとそこを提示することだと思うんですよね。ああ、そうですね。僕たちには本当にこう政府のデータなんか降りてこない、まあ、行けば見れるけども、じゃあその受け取り方も何を比較すればいいかわからないですよね、そうそうっていうのがあるんで、ちゃんとそこら辺を伝えるのがマスコミの役割じゃないかなって思うんですよね。が、うん、まあ、いろんな御用学者が御用学者自分のところに水を引っ張り込みたい人たちが大きい声で、うん、大きい声で、そうなの、本当そうですね。自分のところに水を引き込むための発言し、ではうまいこと編集して、あとは出演すればそこでまたチャリンチャリン来ると、うんうん、そう、それは出ますよね、うん、でデータもこう都合のいいところだけピックアップして出してるみたいな、はい、で昔言われていたのは、うん、日本はイタリアみたいになる、うんうんうん、でならないと、うん、日本はニューヨークみたいになる、うん、なってないですよっていう、うんうん、今のこの日本の状況っていうのは、うんうん、まあ、我々を褒めていいかもしれない、うん、僕たち偉いねって、うんうんうん、そうそう、うん、ちゃんと衛生観念高く、うんうん、あのマスクして、うん、家帰れば手洗って消毒してご飯を食べるみたいなのが徹底さ、うんうん、普通に言えばできる、言えばできる、はい、ロックダウンしなくてもなんかしちゃう、うん、っていう一方やっぱりその経済が死にかけてるじゃないですか。やばいですよね。そう、そっちの方がやばいってもう僕、うん、我々はずっと最初から経済が死ぬよ、経済的に死ぬ人もいる、はい、失業者が出たらね、私も給料棒引きですよ、うんうんうん、何パーセントだろう、 40% ぐらい。ああ、それはしばらくの間、しばらくの間、うん、だからちょっと我慢してくれみたいな、我慢してくれ、うん、いやならもういなくなってもいいよ、うん、いや、うん、いなくなるとゼロですもんね。誰かじゃあ雇ってくれますかみたいな、この捨て犬を、うん、あの40過ぎた捨て犬をね。
っていうとこですよ、はい、そこで本当にまだこうカットでもいることができるから収入がゼロにはありがとうございますならないけど、この職を失う人もいっぱいいるわけじゃないですか。いますでしょうね、うん、でそうするとこの失業者の何パーセントとかは自殺したりするんですよ、はい、それはもう統計の問題じゃないですか。そう、何パーセントかはもう死んでしまう。なんで、まあ、あるマスコミがやろうとしているのは、うん、なんていうんだろう、原理主義的に、うん、コロナはもう一人でも、うん、そう一人でも見逃してはならないみたいな、コロナで一人死ぬのを防ぐために100人死ぬみたいな話じゃないですかっていうのがいいのかどうかっていう、はい、そこら辺もちゃんと。そうなんですね、うん、であの伝染病なんて無理ですよね、撲滅は。そうで今、うん、政府はもうコロナとは共生するしかないよねっていう方向転換したように見えるんですけども、どうやら一部マスコミは許さないと、それはダメだという主張をしていて、なんかそのなかなか経済が今死にかけている、うん、だから経済、じゃあ経済的に死ぬ人はありですかって言いたいですよね。でもなかなかそこは、うん、何て言うんだろう、努力の問題にかん、あの変えられたりするじゃないですか、うんうん、でも実際死ぬわけじゃないですか、将来を悲観して職を失って将来、うんうん、なんかとんかつ屋の人が火をかぶって死んだとか、はい、ああありましたね、あったじゃないですか、はいはい、ああいうふうにこの努力でって言っても死んでしまうんですよ、はいはいはい、中には何パーセントかの人は、はい、どれぐらいの人は何パーセントかは分からないですけど、まあ、でこれからどの、うん、倒産数は増えていく、うん、増えていく、はい、でもパーセントの問題なんで、こう母数が増えれば増えるほど死者は増えるわけじゃないですか、はいはい、それをゼロにしろっていうのは伝染病をなくすより難しいと思うんですよね、まあ、伝染病は次から次へと、うん、コロナで死者数ゼロにするよりも失業者100万人の中自殺者ゼロにする方がよっぽど難しいと思うんですよね。あとやっぱり経済をちゃんと動かして、うんうんまあ、その経済的に潤うことを医療に向けるみたいなことの方がなんか道は早いんじゃないか、うんうんうんまあ、ある程度コロナとは共生しましょう。共生するし、まあ、ゼロには絶対ならないですからね。ならないですよね、うん、絶対というか、このなんかこの間僕が見た動画、あの伝染病のどうやって広がっていくかみたいな、はい、もう100年ぐらいから使われてるなんか微分方程式で、僕理系じゃないんで見てもさっぱりわかんないですけど、まあ、それがこうグラフになってて、はい、でそれいずれ収束するんですよね、感染病って。まあまあそうですね、うん、はい、でそれはこうみんながこう免疫を獲得していくから、まあ、しかないとは言われてますよね、うん、はい、なのでこういずれどっかをピークにいずれこう収束していく、はい、でその中にこう死ぬ人もまあ何パーセントかの人がいてっていう、まあ、今回特にその大物、うんうんうん、著名な方々がいろいろ亡くなっているので、うん、まあ、そのインパクトは大きかったですね。インパクトで高齢者から死ぬわけ、高齢者から死ぬわけでもないですけど、はい、まあ、高齢者の方が確率が高いっていうのがあるので、まあ、大物が死んできますよね、はいはい、あ、そうですね、ビッグネームが、うん、ビッグネームが、はい、でなった時に重要なのはその医療崩壊させないことが、その水準でとどめられればいずれは収束していく、はいはい、でそれをこう早くしても遅くしてもそんなに変わらないんじゃないかなっていう。あと今はある程度うまくいってる、うん、うまくいってますよっていうニュースはでもないですよね、うんうん、ないです。また延長になったとか、はいはい、第2波第3波が来るみたいな、だって見るなですかね見るな、まあ、見るなっていうのと、まあ、言いたいのはマスコミはちゃんと報道しろっていうデータに基づいて、はい、こういうモデルケースがあるから2波がここら辺に来てみたいなことを言われれば、じゃあこの辺で対策しなきゃいけないですねっていうのが分かるじゃないですか。あと我々の行動としては、うん、まあ、まさしく選ぶ、うん、見なければそれはなくなっていくわけですよね、そういうニュース、うん、ただデータも足りないんでね、
ネットですっごくググればいろいろ出てくるけど、いろいろ出てくる、出すぎて分からなくなるので、それこそおっしゃる通りで、うん、あの指揮者がちゃんとした情報を、うんうん、そう、ちゃんとした情報を、なんか一方的ではなくて、ちゃんとした情報をマスコミが流すべきじゃないかな。大変だばっかりじゃなくて、そうそうそう、はい、もうそう、抽象的なことはいいんですよ。大変だとか、はい、イタリアみたいになるとか、そういうのはもういらない。ちゃんとしてほしいです。ファクトフルネス、ファクトフルネス、いかがでしょう。はい、おすすめ。コロナにもファクトフルネス、コロナにも、もうコロナこそじゃないですか、ね、ファクトフルネスを求めます、うん、そうですね、頼みます、はい、頭のいい方、頭のいい方お願いします、うん、はい、で今見ると多分役に立つんじゃないかな。そうですね、アフリカの貧困とか言ってもあんまり実感ないんで、うーんぐらいで。あ、けどまあそれも実は全然右肩上がりで良くなってますよっていうのが、うんうん、あ、そうそう、あ、でそれを見てもまあ僕の生活とはほとんど関係ないことなんで、あ、そうなんだぐらいで。ただまあデータの重要性っていうのが、うん、あ、そうそうそう、分かる、分かるけど、はい、コロナに合わせると多分すごい、あ、そうだなってなると思います。はい、はい、思います。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。はい。